今日は息子の授業参観。ここが息子の教室か。みんなどんな座り方してんだ。なぜ先生は何も言わない。まあいい。息子は左前から2番目のやつだ。手も上げないで何してんだ。覚えてろよ。習字もみんな未来とか感動とかなのに、あいつは交通ってわけわかんね。しかも交通の通が小さすぎる。あ。なるほど。ごめんな。母がいなくならなかったら、こんなことにはならなかった。こんな字が汚くはならなかった。帰ったら、息子の好きなオムライスを作ってやろう。今回は、編集も何もすべてよくわからなかったですね。そんな中でもご視聴いただきありがとうございます。